聞いたことありませんか？冷めないアップルパイって。今日いろいろ荷物持ってきたから。ヒーロー、毎日来なくていいんだからね。言いたいことは言うべきよ。どうして？中のとろっとしたリンゴを一口。それでもう、あなたに必要なのではないかと。失礼だと思わないんですか？人の心を癒すことがあるんです。わかるでしょう。守りたいもの、変わってほしくないもの。シナモンのいい香り。大丈夫。中はとろっと甘いって。